食うために金がいるって言ってる人間の資質の7割は見た目と違うんです。そうと違って、この煩わしさを逃れるためなんです。本来、固まって生きるようにできている社会的生物の僕らが、一人一人バラバラに好きなことをすることが幸せで、それの欲望を叶えることが経済的繁栄であるという、なんかこう、うまいことできたのに、たまたまナッツが作動した時間、持ってたから、信じちゃっただけ、と思うんですけど。これがですね、なんか、稼ぐと、お金が必要な理由の本質的なところだと思うんですよ。誰かの世話をすることぐらいしかないですよ。今日の話の要点です。食うためには金が必要というのは本当か。お金の時代が終わったっていう話をすると、必ずですね、本当に必ず、でも食うためにはお金が必要じゃないですかっていうふうに聞かれるんですけども、それって本当なのかって話ですね。キングコングの西野くんはですね、この講演、今日のこの話の講演からヒントを得てオンラインサロンで大成功しました。これ最後の方でまとめて話します。二つ目のポイント、金で解決は実は一番非効率的。コスパ悪いって話ですね。実はそのお金を出して買う以外にですね、その欲しいものを手に入れる方法というのは無数にあるんですけども、まあそっちの方がですね、結局得るものが多いと。で、それをですね、iPod、当時ですね、10年前ですね、流行ってた iPod を入手する6つの方法としてですね、説明した話です。今日の話の3つ目、20世紀型の価値観が行き着く先は物屋敷である。20世紀はですね、過剰にお金を使うことがかっこいいとされた時代なんですよ。でも、それが行き着く先はゴミ屋敷と同じ虚しさがあるねっていう話です。今になってみればですね、例えばそのミニマリストとかそういうふうな言い方があったんですけど、10年前そんなことを言う人誰もいなかったんですよね。4つ目のポイント、唯一絶対にお金でしかできないこと。でも、お金でしかできないことも実もあるよと、それは何かというですね、まあ、割と今日の動画の人によっては最重要ポイントかもわかりません。生き方に関わる問題ですから。で、最後、5つ目ですね。愛されニートという生き方。この第3回講演のですね、このブロックのまとめです。こんな生き方もあるよという提案なんですけれどもですね。こんばんは、岡田斗司夫です、皆さんですね、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。もうね、後半になってきましたよね。前回からですね、ちょっと時間空いちゃったけども、今日はですね、10年前に同志社大学でですね、僕がやった講演の動画をお届けしています。前回までですね、就職はオワコンであるという話とかですね、一つの会社に就職してですね、一生働くという生き方には無理があるよねとかですね、そんな時代に生きるには一人実はですね、毎月毎月50種類ぐらいの仕事を探していくしかないんだよという話をですね、先週していました。まだ見てない人はですね、先週の4月29日と4月30日のですね、動画、岡田斗司夫チャンネルの動画を見ればいいのでですね、探してみてください。で、今日はですね、就職がオワコンだとすれば、就職というのがもうシステムとしてダメになっちゃったとしたら、お金というのも、ですね。お金何かを買ったりですね、お金で何かを考えたりするというのも、そろそろちょっとシステムとして無理が来てるんじゃないかっていうですね、そういう話です。これをですね、キングコングの西野くんのオンラインサロンの本質の話なんですよね。彼のサロンはですね、毎月1000円払う会員が7万人いる。つまり、毎月7000万円の収入があるとかですね、そういうことばっかりがですね、こう話になっちゃうんですけれども、実はね、ポイントそこじゃないんですよ。あれはね、原資ですね。つまり使える元手が毎月7000円ずつ増えていて、おまけに7万人の人手が使えるですね、その投資ファンドなんですね。お金も使えれば人手も使える、ボランティア力も使えるというですね、割と世界最大級のですね、お金的ではないんですよ。動員する人数とかを考えれば世界最大級のですね、投資ファンドだと思います。7万人というですね、いわば有権者みたいな人たちがですね、お金以上にですね、熱意とか情報、あとボランティアを自分たちのやる気とかですね、社会に対する行動を投資してるわけですね。言い方がちょっと誤解を招くかもわかんないんですけども、創価学会公明党を超えるですね、政治団体に将来なりつつあると僕は思っています。この動画はですね、2011年10月16日にですね、同志社大学で行われた岡田斗司夫講演会、私たちは生涯働かないかもしれないのですね、撮影動画ですね、編集して配信します。これ毎回言ってるんですけども、今回の動画に限ってですね、このシリーズに限って画質めちゃくちゃ悪いです。いい加減な機材で撮ったのですいません。なのでですね、我慢してみてください。動画が終わった後にもですね、追加のアップグレード情報ですね、どういうふうな意味なのかというのも解説しましょう。それではここから動画スタートです。というわけで、
第2です。お金の話をします。お金は終わりである。終わってしまったコンテンツである話です。あのね、お金、何のために必要なのかということから考える方が、めんどくさい話ですけど、手っ取り早いんですね。で、この僕がよく考えるんですね。食うために、これが必要だろと言うんですけども、ちょっと待てよ。そういう場合、思考停止に陥ってはいけない。食うために、これが必要だろっていう人は、じゃあお前は実際の収入の何パーセントを食うために使ってるんだ。そう考える僕たちは、実は驚くほど食うためにお金は使ってないんですね。何か欲しいものを得るために使っている。その欲しいものっていうのは、欲しいですか？必要とはあんまり関係ないんですね。必要ではないんだけど欲しいもののためにお金を使う。だからこそ僕たちは人よりもちょっと割のいい仕事っていうのも違ったり、人よりもちょっと儲けた話をしたり。僕らが人に自慢するものだって、自分の生きがいを感じるのっていうのも、必要なものを得たときとかですね、食べていくものを得たときではなくて、それよりもちょっと上の何か楽しいものを得た。そういうのに僕らはすごい嬉しくなって、テンションがあって、自慢してしまう。で、なんで俺いつもこれが標準なの怪しい、セミナーみたいな。もうね、興奮するとね、標準も難しい。多分ね、話の内容はね、標準語向きなんですよね。で、いや、前回の話だからな。で、本当ね、ちょっと、俺考えたんだけどね、俺考えたんだけども、金っていうのは何のために使うかっていうことを、こんなふうに分類してみた。よし、もう、小学校までしばらく待ちくださいよ。よし、iPod を入手する6つの方法。これはこの間ニコ生っていうやつでも話してるけども、iPod を買うときに俺ら金出して買う。確かに金出して買うんですよ。で、多分6つある方法は。1つ目、新品を定価で買う。2つ目、ネットで安く買う。3つ目、中古をネットで買う。4つ目、何かと交換してもらう。5つ目、誰かからもらう。6つ目、誰かから借りる。実は iPod を手に入れることだけ考えても、2万円の新品を買うところから1万何千円かのネットで安く買うところからやっていって、どんどん値段が下がっていくって、これなんかもどれでもいいんですよ。でも僕らお金が必要や、なんでかというと物を買うため、欲しいものを手に入れるためやるときは1番目と2番目しか大々考えないんです。じゃあ3番目、4番目、5番目、6番目が1番目に行かれへん負け犬の方法なんだ。偉い人は新品で買うて、でそれよりちょっとダメなやつがネットで安く買うて、それよりもっとダメなやつが中古で買うて、一番あかんやつは誰かからもらえる人がちゃいますよね。だってタレントさんとかが、いやこれなんかソニーさんからもらったんですよとか、いやもしくはこれはなんかマイクロソフトさんから提供してもらったんですよときに、テレビ見てる僕らええなって思うんですよ。有名人ええな、得やなと思うんですね。なんかこうどっか入ってって、いやこれ店側の売りですっていうふうに言われたときに、僕らええなと思うんですね。僕らがええなと思うのは、それが新品で定価でとかネットで安く違うて、誰かから持ってるっていうのを見たときに、その金額以上のなんか羨ましいっていうのが発生するんです。それなんでかって言ったら、上に行くほど新品で割高やから。だって iPod って新品を定価で買うよりも、誰かからもらうとか、誰かから借りた方がええんですよ。なんでか言ったら、もらう、くれる人とか貸してくれる人っていうのは、使い方まで教えてくれるに決まってるからですよね。で、その中にすでに曲が入ってるのに決まってるからですね。中身空っぽにして人にあげる人ってあんまりおりませんね。ちゃんともう自分の曲が何百曲か入ってるんですよ。で、これ気に入らんかったら消しといてみたいなこと言ってくれたり貸してくれたりするわけですよね。で、そうやって来たものっていうのはお話がついてるんですね。これなんとかさんに儲てんとか、これなんとかさんから借りてんとか、これ親父の形見やんとか、誰かからもらったものには必ず俺のところに来た意味やストーリーが絶対についてるんです。それは他人に語れるのに、せやけど、お金を払って買うたものは、いくらで買うたしかないんです。せいぜいどこで買うたですね。銀座で買うてんとか、大丸で買うてんとか、そういう場所みたいなものがあるし、いや、これいくらやと思う、ちゃうねんよ、9000円やっていいよっていう、その程度の話題しかない。しょうもないものなんです。それが自分のところで回り回ってきた来歴がない。なんかね、なんでしょうね、家系図がないみたいなものなんでしょうね。もろたもんとか誰かから借りたもんっていうのは必ずその人が経た何かがあるわけで
ですね。入れてた曲とか、いやこれ大事にしてたけど新しいの子だからええわみたいな。その時受け取る時に、これいつ買うたんとか、どの時に使われたみたいなのをやったら、もらう時にそのストーリーまで引き継いで受け継ぐことができるんですよ。これは外国人の家を買う時の買い方に似てます。日本人は新品の家を買うのが好きやねんけども、外国人は中古のそれも古い石造りの家を買うのが好きやと言いますよね。なんでかって言ったら、18世紀の家でもともとは地方領主が住んできてんけどとか、もともとはパン屋の家やってんけど改造して自分の家にしてんねん、それが彼らの考えるかっこいいことなんですね。何かの伝統とか何かのストーリーを受け継いだところに自分があるっていう、流れの中に自分があるって考え方ですよね。そういうの日本人は嫌いやから、そんなことないよね。僕ら最近お祭りとかですね、県民性とかそういう話大好きやったんです。僕らも社会の流れの中に生きていて、どの部分に自分がおるのかっていうこと、話は大好きなんです。ただそれがこれまで過剰に否定的に語られてる。なんかその歴史上のことって言ったら、いやなんか日本人に言うことで膨らんといてくれとか、京都民に言うことで膨らんといてくれみたいな過剰な反発があった。でも過剰な反発は多分完全に個人に自由な個人にされたら全然そうと違うんですよ。こう過剰に何やろ、伝統とか流れっていうものを否定するんやけど、その代わり自分は例えば2ちゃんユーザーやとか、ニコ生ユーザーやとか、もしくはオタクやみたいなことで別のところでアイデンティティ、やっぱりどっか流れの中に自分を入れへんかったら押し付ける、そういう生物なんですよ。なので iPod を利用する6つの方法をこう書きましたけども、上に行くほどしんどくて割り高でも、20世紀の間はこの上の方がかっこいい気がしたんですよ。こういうふうにかっこいい気がしました。だからお金が欲しかったんです。でも、実は下に行くほど負担が少なくて楽なんですよ。だって自分が飽きたら引き取ってくれる人が、自分がもう使えるようになったら、自分の次に欲しがってくれる人がおったら、で俺なんとかさんから持ってるけど、もうお前にやるわ、お前俺は好きやろってあげることができるんですね。自分もそのストーリーの一部になれるんです。誰かのところで覚えてもらえる一部になれる。これいうのをミームっていう人もおります。遺伝子に対する知電子、まあ知性の知の遺伝子みたいなのですね。誰かに忘れられないためになることです。何か人に何か新品のものを買うて飽きたらそれを捨ててしまったら、そういうミームが全然残らないんですよ。そうと違って誰かから受け取って、そのストーリーごと受け取る。あ、これなんとかさんが思うていた、ちょっと考えられへん、アニソンばっかり入ってる、本当にそう思うか分からないけど、アニソンばっかり入ってる iPod を手に入れるっていうストーリーに入るわけです。そこに自分はまた変なバーッと入れる、変な声、英検ばっかり入れてもいいですけど、だったら誰かにあげたら、ちょっと待って、この iPod 変やぞ、なんでアニソンと AKB しか入ってへんねん。またそこに自分のまた変なものばっかりバーッと入れる。で、次の人に回したらですね、どんどん面白い iPod ができる。それはなんでかやったら、それまで持ってた人の個性が上に乗っかってるからなんです。こういうふうに、古いものとか中古のものとか、お下がりっていう考え方によって、必ずストーリーが向いて、そういうストーリーの中で僕らは生きてるのに、新品にはそういうストーリーないんですよ。で、自分があるから引き取ってくれる人、お金出した人に、業者に引き取ってもらわないといいですね。中にすでに許可が入ってて便利、使い方も教えてもらえる。そういうわけで僕は iPod を手に入れる分析の方法の中では、この上3つよりは下3つの方が豊かやと思うし、そこから先の関係も楽しく伸びていくと思うんです。でも僕らは、でもお金がいるやんか、でも就職せえへんかとお金得られへんやんか、でも生きていくにはお金がいるやんか、ついつい上半分で発想する癖をしているわけです。で、よいしょ。同じような事例がですね、ついこの間、僕の近場でもありましてですね、クラウドシティという SNS を僕やってるんですけども、来年の1月にクラウドシティがオープンして1年になるから、いや、それやったらイベント消化、東京でイベント消化、日本重大イベント消化の話、今やってるんですよね。そのイベントのところで、いや、ええな、九州に住んでれば行かれへん、誰かカンパしてくれへんかな。じゃあなんかちょっと余裕があったらお金出しちゃってそいつを連れてこようみたいな話があるんです。僕それに対して、いやそれ違うと思わずコメントとかに書いてしまったんですけど、それは違う、何かしたい、それはお金がないから行かれへんっていうところで、もうすでに回り道をしている。お金っていうのは回り道なんです。さっき言った iPod で言えば、 iPod が欲しいからバイトをして、
で、2万円お金貯めて新品の iPod を買いに行って、マニュアル一生懸命読み方分かれへんとか、やり方分かれへんとか考えて、その後ユーザーサービスに電話して聞いたり、友達に電話して聞いたり、ひょっとしたら iPod の使い方って本までこうってなったりする。一番回り道で、一番損な方法やと考えるんですね。そうと違って誰かから貸してもらうとか、誰かからもらうっていうのは、お金も使わんで済むし、その人と縁も深くなるし、仲良くなることもできるし、さっき言ったストーリー引き継ぐこともできるし、曲もすでに入ってるし、使い方聞くこともできる。ええことばっかりやと。なんでお金を払って買うっていう、一番遠回りのしんどい回り道を選ぶんやっていう話と同じように、東京へ行きたいでもお金がない。これがもう回り道へ行ったら発想なんです。東京へ行きたいでも手段がないっていう。そしたらその瞬間にこの人は、誰が東京に行く人、僕を乗せてくれませんかっていう選択肢が出てくるんです。そうすると、お金を自分が稼いで、それで切符を買っていったら、すべて自分の一人っきりの行動にしかならないに対して、誰が僕を東京へ連れてください、大阪へ、京都へ連れてくださいって言ったら、じゃあ車に乗るか、何人かで一緒に行くから安くなるぞというふうに言われたら、そこで当たり前でも面倒くさいことがいっぱいあるわけですね。で、車に乗せてもらえたらガソリン代払いましょうかって言わなあかんとか、一緒に乗ってる時に何か話題提供せなあかんとか、何か曲でもかけましょうかって言わなあかん。面倒くさいことがいっぱいあるんですけども、その面倒くさいことを避けるために、2万円とか3万円の旅費を稼ぐために働く方が、実は面倒くさいんちゃう。そうやって働いて稼いだお金でこうだとしても、何の縁も何のストーリーも自分には発生せえへんけども、でも東京へ連れて行ってもらうために、なんかこういろいろお話した、でも滑った、でもアホって言われた、ちょっと人生相談した、ちょっと楽しかったっていうストーリーをせっかく手に入れるチャンスを不意にして、なんでお金という周りにしてる。2万円の iPod を買うのに、2万円分稼ぐ時間よりは、その iPod を誰かから借りたり持ったりするために使う時間や手間の方が多分小さい。でも僕らはいつも一番外側の回り道ばっかり考えてしまう。その一番外側の回り道っていうのは、なんでかっていうと、煩わしさが逃れるためなんですね。さっき言った、誰かに頼むためには、俺ああいうこと欲しいんだけど、誰か持ってへんっていうのを言わなあかん。あかんかったらまた次の方法を考えなあかん。乗せててくれへんっていうのは誰かに頼まなあかん。乗せてもらうときには何か話してなあかんって。煩わしさが、この煩わしさを僕らは過大評価してるんです。で、それを最初にするためにお金っていう手段を使うことしか知らなかったから、思いつけなかったから、僕らはお金を使いすぎる民族になってしまった。それがそのお金が必要な理由の僕は最大なんですよ。食うために金がいるって言うてる人間の資質の7割は食うためと違うんですね。そうと違って、この煩わしさを逃れるためなんですね。親と一緒に生活したら安上がりで楽に暮らせるはずやのに、親と話す煩わしさが家から別に暮らす。これもそうですね。すべて煩わしさが逃れる。その煩わしさの中には、もちろん今の親みたいに、絶対に自分は嫌や、絶対のものがあれば、ちょっと待てよ。この煩わしさというのを逃れるためにわざわざこの就職氷河期時代金まで稼いでそれでなんか家賃まで払うでってそんなことして俺の人生に何があるのそうやっていきながら関係性減らすだけやからこれで親がこっくり言ったらなんで俺は別々に住んでんやってなことになるんですこんななんかこう反作用が10秒くらい待ってるのが分かっているようにちょっと通ってしまうんですおまけにですね、好きなことをするために考える必要というふうに思うんですけど、本物ですか？月曜から金曜まで5日間働いて、それでお金貯めて、土曜、日曜に好きなことをするってよく言うんですけども、そんなこと好きなことできますか？月曜から金曜まで一生懸命働いたら、土日にすることにえらい期待値かかってしまうじゃないですか。いわゆる香港最後の夜問題って言ってるんですけども、香港に旅行に行った最後の夜は何が何でも中華館と気が済みませんよね。そうなんですよ。香港に旅行行って最後の夜マクドナルドって言われたらみんなめっちゃテンション下がるんですよ。これが香港1ヶ月やったら1回ぐらいマクドええよとか、香港マクドするとかこういうことになるんですけども、最後の夜になってくると、やっぱりもう1回中華行こうよと絶対になってまうんですよね。それと同じようにですね、月曜から金曜まで働いて、もしくは月曜から土曜まで働いて、やっと日曜好きなことできるって言ったら、その日曜日にその好きなことのハードルがガーッと上がってしまうんですよね。で、ちょっとでも嫌なことがあったら1週間がもう真っ暗になってしまう。だから絶対に楽しまなあかん。過剰に楽しまなあかん。だからディズニーランド、私が大好きなはずやから、絶対に楽しいはずやから、絶対に嫌なことをお互いに言わんと盛り上げてっていうことで無理をしてしまう。
月曜から金曜土曜までのストレスと楽しくしなければいけない土日のストレスの両方がなんか僕らをしんどくしてる。そんなことがあると思うんですよ。それも月曜から金曜土曜まで働いてお金を稼いでそのお金を使うことによってストレス発散しようっていうすっごい回り道してるから。さっき話した50の最大やり方ってやつでツイッターで50もすんのかっていうふうに言われたんですよ。50するんですよ。50しとくとその中にはストレスが強い仕事も弱い仕事もあるんです。これがポイント。ストレスをなくすことを考えてはいけないし、ストレスから逃げることを考えてはいけない。ストレスというのは強弱なんです。種類の差と強弱。座ってる仕事ばっかりやってるとストレスが最大です。だからといって座ってる仕事と寝るを繰り返してると、これ自分経験あるか分かるんですけども、座り仕事でガーッとストレスがあって寝たからといって疲れ取れないんですよ。別のストレスかけるしかないんです。運動する、運動してる人は別のストレスかけるしかない。本読むとか映画見るとか、そうやっていろんなストレスのいろんな種類のいろんな強弱というものをやることによってやっと体がリラックスしてほぐれてくる、脳みそがほぐれてくるんであって、僕らがストレスから逃れる方法はストレスを軽くするのではなくて、ストレスの種類を増やしてそれに強弱をつけるんです。だから仕事50というのは僕極論でも何でもないんです。僕自身がその仕事50に近いやり方ですよね。つまりいろんなところからフリーで仕事やってたり、せんでもいいことをやったり、さっき言った学生の相談に乗ったりっていう、やんでもいいことを、俺なんか昨日なんかパフェまで、もうあいつはパフェを持ったらもう大変ですけれども金を払うというか、これあのお金がマイナスになる仕事ですよ。自分の時間を削って睡眠時間をちょい削って学生の就職相談に行ってパフェを奢ったりながら、なんでこんなことするかなと思うんですけど、それは最後の方で言ういい人宣伝につながる。いい人宣伝、えげつないことですさあ別のことを言うと思います。だってお金は可能性や、なんかいろいろお金があったら何でもできるでしょうって話ですね。あ、ちょっと待って、もうね、6時半になったね。金の話どうぐらい、ほとんどないやん。金の可能性のため、つまりお金を持ってたら何でも好きなことができると。例えば、今はまだ好きなものがないんやけど、来月新製品が出たら欲しいと思うのか。欲しいと思った時に手に入れるのはいじめやないですか。嫌やないですか。誰か持ってる人がおったら羨ましいやないですか。なんで生きてきたのに、人より幸せになるために生まれてきたのに、そんな嫌な思いせなあかんですか。そのためには金があれば、金があればその金自体に価値はなくてもどんなものにも変えることができる万能の交換ツールですね、お金は。それは便利なんですけど、お金っていうのは万能の交換ツール。そやから何でもできるから何がしたくなるか分かる。宇宙旅行がしたいって言った時に22億円あったらできるやないか。ブルジュドバイに住みたい。ドバイでなんか変な、めっちゃ高い高いホテルですけど、あのところに今行きたい人おるのかとか、神田のがいたと思うんですけど、あそこに行って泊まりたい。それはまあなんか150万ぐらいあったらスイートに泊まれるそうなんですけど、そんなこともお金があったらできる。でもね、なんかね、そういう今自分には特に分かれへんねんけども、可能性のためにお金が欲しいって言ってる人で、個性的なお金の使い方する人見たことないですね。あの今とりあえず欲しいものはまあいろいろあるんやけども、次何か欲しいと思った時のためにお金を持ってるんやっていう人は大体ブランド品ぼっちゃり持ってるんですね。でブランド品ってのは何かというと、その人が羨ましいと思ったり欲しいと思ったことなんで、それは何でかって言ったら、何でしょうね、これがええもんやとか、これがあなたが欲しくなるもんやとか、これはあなたにふさわしいもんやと振り込まれたからなんですよ。それって欲しいもんちゅうことで誘惑されただけやと僕はついつい考えてしまうんですけどね。あのちょっとね、別の言い方しますけども、ゴミ屋敷ってあるやないですか。ゴミ屋敷に住んでるおばさん、あれのゴミ屋敷っていうの面白いもんで、テレビで見たいのね、あの家の外にまでゴミがガーッ出てるわけですよ。でそこにコンビニの袋が刺さってて、そのコンビニの袋の中にコンビニであるようチャーハンとか麻婆丼とか買うたら、あのプラスチックのスプーンついてますよね、カレーが。あれがね、何本も刺さってるんです。で、そのゴミ屋敷に住んでるおばあさんとか行って、テレビのレポーターが、なんでこんなところに住んでるんですか、でもこんなね、もうすっといらないですか、捨てなさい、でこれはまだ使えるかって、そのおばあさん言うわけですよね。で使えるっていうのは100本ですね、分かった、めちゃ不衛生で汚いけど分かった、なんであった一人暮らしたのに6本もあんねんと。
で、そのうちのじゃあせめて5本捨てようよって言ったら、でもまだ使えるっていうこのおばあさん言うわけです。そのおばあさんの家、結局ある程度広くて綺麗な家のはずなのにゴミで溢れてる。それはゴミ違うんです。そのおばあさんにしてみれば、今のコンビニのスプーンと同じで、全て使えるもので、値打ちがあるもので、手放したら損をするものができているんです。だからそのおばあさんは、もう今や家の中で自分が寝転ぶスペースしかなくて、家の中が臭くて、言うてしもたら、ほんま言うたら、角地にある、僕が見たゴミ屋敷なんか住宅街の角地にあるんです。で、多分地下だけで8000万とかね、それぐらいするような家です。バーンとかも含めたらちゃんとした家やから、ひょっとしたら1億とかで売れたような家かも分かる。でも、その家の今の不動産価格は何かとか、ゼロとかマイナスですよ。そんなおばさん住んでて、ゴミ屋敷やから。それどころか、その近所の家の地下で、そのおばさんを大幅に下げてるんです。その近所の家の人は家売りたいと、近所にゴミおばさんがおるから、本来やったら7000万円で売れる家が5000万円、4000万円しか売れへん。そしたら、どっかの家でおじいちゃん、おばあちゃんが死んだら遺産相続って偉いわ。なんでこの家5000万円、4000万円、あそこにゴミおばあが住んでるから。行政に言うと追い出してくれ。そうなると、そのおばさんは、ただ単に一番最初はちょっとしたこだわりで物が捨てられなかっただけやのに、ついには近所の人からものすごいいじめられることになるんですね。それは一周騒ぎとか言われるんですけども、それだけと違うんです。なんでかって言ったら、その地域全体の値打ちを下げてるから、そのおばさんはその地域のパブリックエネミー的になってしまうんです。そんなことを生き方として楽しいはずがない。でもそのおばさんは、そういう生き方をやめられる。なんでか、まだ使えるからですね。なんか使えるから、捨てたら損するから。さて、僕らは今、多分ですね、物屋敷に住んでます。僕らのですね、僕自身もそうなんだけども、家の中で1年以内に使ったものがどんくらいあるかって言ったら、まあ、半分言うとこですよ。僕ね、昔出たレゴのオーディオセットに持ってるんですよ。CD プレイヤーなんですけども、レゴブロックの形した、レゴを巨大に拡大したみたいなやつで、かっこいいなと思ってポータンですよね。でもよく考えたら僕音楽聴けへんんですよ。かっこいいと思ってポータンから、3年間電源入れてないんですよ。なんでこんなもんあるんやろ。いや、もうオブジェとしてええから。俺の家、オブジェとしてええもん、山のようにやるぞ。なんか豆腐屋が豆腐仕入れるみたいなことすんなっていうぐらい、オブジェとしてええもんなんか山のようにあるんやけど。でも起こってしまう。僕らは物屋敷に住んでるんですね。その物屋敷というのは何かって言ったら、豊かな生活だと僕らは思い込んだ。欲しいって思ったものは買えへんかったらあかん。なんでかって言ったら、レゴのオーディオセットみたいなものを欲しいと思える自分ってちょっと可愛いやん。それを今俺買えるだけの、確かあれね、2万円ぐらい。2万円ぐらいの金あるやん。パッと買えるって楽しいやん。でも買うてしもたら電源入れへんで、結局今埃かぶってるんですね。それを見たら、なんか自分は、僕自身はすごい後ろめたい気持ちなんです。なんで俺金払って後ろめたい気持ちするの？今のゴミ屋敷からの話の流れで、僕たちが今、物屋敷に住んでますって言われたら、多分皆さんの心の陰にも、岡田嫌な話始めたなっていう、陰がスサーッと走ったと思うんですね。だからそういうことです。僕らは、なんか自分にとって不本意な生活をしてる。これ僕は、いつまでも出ると思うのよ、ダイエットの本の中で、太る努力。デブの人間ですね。僕を、かつての僕を含めた、あらゆる太ってる人間っていうのは、痩せる努力ができない人間ではないんです。太る努力が無意識のうちにできる人間なんです。それと同じように僕らは、物屋敷っていうのを苦労して、金まで使って、その後の罪悪感に耐えながら維持してるというですね、奇妙な生き物なんですね。多分宇宙人から見たら、人間変やなというふうに言うと思うんですけど。で、そういうですね、物がいっぱいあって、欲しいものをパッと買える生活は、ほんまになんか幸せなのかなって、僕なんか、ちょっと我に返った時に思ってしまうんですよ。そのゴミ屋敷の番組とか見た時に。コストコ行きがあってですね、この間僕行ったんですけども、コストコ面白いですね。ありとあらゆる巨大なサイズ売ってるんですよ。で、まあ、ケーキのこんなでかいやつとかですね、あとアップルパイの24個円とか売ってるんですよね。で、こんなん誰が買うんやと思ったら、やっぱテンション上がったら、こう手間もんですよね。安いからという理由で。物屋敷化してまうんですよね。で、コストコで出口の辺で売ってる、こいつは商売うまいなと思ったのは何かって言ったら、ものすごい激安の冷蔵庫を物置売ってるんですよ。ええでしょ、あいつは商売知ってますよね。激安なんですよ、その冷蔵庫とか物置が。だから一番何千円くらいで巨大冷蔵庫売ってるんですよ。結局、
コストコに来て安いものを買おうってお得な感じがするでしょう。でこの冷蔵庫も買いましょう。そしたらフリーザーとかにガンガン物入れたらお得ですよっていうようなことで、お得をお得って言ってるんですけども、いっぱい物を買わされて買うてるわけですよ。それが僕らは豊かだと思ってる。かつてのアメリカ型の社会、アメリカみたいにスーパーマーケットがすごい遠いところにあって、車で1時間半ぐらいかかって週に2回しか行かない、そんな国やったらコストコも巨大冷蔵庫も意味があるんやけど、今の日本みたいにコンビニが近所にあって、でそんな都会ではなくてもある程度の雑貨屋が歩いて自転車で行ける範囲にある人間が、果たしてコストコや巨大冷蔵庫が必要なのか、それはちょっとそんなに必要じゃないんちゃう、僕なんか思ってしまうんですね。なんかね、家の中にいっぱいいろんなものがあって、いつでも食べれる、何でもある、欲しいと思ったものが買える、それが幸せっていうのはゴミ屋敷の幸せとなんかすごい似たり寄ったり気がしてしまいます。それよりは家の近所にいろんな店があってっていう方が豊かだと思うんですよね。コストコ行って卵50個パック買うてすごい安くいた、結局15個しか使えへんで35個捨てた、でも普通に卵買うより得やった、35個捨てたけど炒めてしまったけど得やったっていうのよりは、実は卵を1個か2個だけ買えるようなお店が自分の近所にある、その自由度の高さの方が僕らは幸せだと思うんですけども、なんとなくお金を使って物を買って幸せということにあまり慣れてしまったんですね。僕別にエコロジー野郎でも何でもないのでですね、消費社会の人間ですし、何よりオタクですし、物社会大好きなんですからですね、そういう社会を否定してこれからはエコロジーだ、有意義に物を少なく生きようというつもり全然ないんですよ。ただあまりに損で、あまりにこうしょうもない話してるんです。大量に物を買ってお金さえあればいろんな可能性があるっていうのは、ものすごいなんか周りにして結局自分をゴミ屋敷に入れてるような気がする。さて、日本にはですね、超富裕層という人がおります。資産5億円以上の人が8万世帯ぐらい、8万世帯の人数どれぐらいいるのか分からないけど、多分まあ10万人とか15万人ぐらいおるんでしょう。この人がお金あんまり使えないのが問題だとよく言われてるんですけども、多分この人はですね、もう金屋敷に住んでるんですね。お金がいっぱいあってですね、つこたら減ると思ってるんですよ。もちろんつこたら減るんですよ。で騙されると思ってるんですね。僕はお金いっぱいある人の暮らしっていうのを前に政府の人から聞いたことがあるんですけども、実際実はかなり気の毒なところがある。なんでかって言ったら、その超富裕層っていうのは大多数が70、80以上のおじいちゃん、おばあちゃんになるんですね。でこういう話だとすぐね、世代論になるんですよ。だからそんな78の小さいおばあさんが5億円も10億も持ってるから悪いんや、それをもっと若いやつに回すっていう話にせえっていうことになるんですけども、それより一回落ち着いて、このおじいちゃんやおばあちゃんの気持ちになって考えてみましょう。どういうことかって言ったら、5億円とか10億円の金しかないんですよ、その人は。せやから、そのおじいちゃんおばあちゃんが行くとこもないんですね。で、5億円や10億円持ってるおじいちゃんおばあちゃんのとこ行ったら、テレビがあって、テレビの音量がでかいそうなんです。なんでかというと、だんだん人間耳悪くなるやないですか。で耳悪くなるからボリュームがだんだん多くなるんですって。普通家族と一緒に住んでたり、一緒になんか付き合ってる人らがおったら、あんた耳悪いって言われて補聴器つけるんですよね。でも補聴器つけるのはまだみんなみんな若い人に分かれてるけども、おじいちゃんおばあちゃんにとってはものすごいプライドを傷つけられる問題なんです。もうおじいちゃんおばあちゃんはおねしょとかお漏らしするからパンパンおむつ履いてください、言われると全く同じように、これまで全く問題なかった耳が実は遠かったっていうのは、耳もね一瞬でこうなるの違うんですね。だんだん高い音が聞こえへんようになったり、ある周波数が聞こえへんようになったり、徐々に徐々に分かれへんようになったり、だからそれに対抗してボリュームを上げていくんですよ。なのでそんな5億円や10億円のおじいちゃんの家に行ったら、みんなテレビの音が多く、なんでかって言ったら補聴器つけろって言うてくれる人がおれへんからです。そういうふうな人を排除して、誰にも騙されへん、誰にもお金を取られへん、誰にも財産を分けへんで済んだから5億円や10億円が可能なんですよ。これ金屋敷ですよ。俺なんかそんな話聞いたね、すごい切なかった。なんかね、そういうおじいちゃんおばあちゃんから、確かに若い人にお金を回すべきやと僕は思うんやけども、それをストレートにその人らに言う根性が俺嫌。なんかそういうかわいそうな人らから、最後の生きていくなんか心の中の支えになってる金とか取ったらあかんやん。そうと違って、どういうふうにそのおじいちゃんおばあちゃんに対して何かしてあげれるやろかと思って一緒に生活するくらいでなかったら、そのお金もなんかって考えたらあかんと思う。
そう、おじいちゃんおばあちゃんにしたら、ボークかジローか何もかしないけども、そこしか握れるものがないんやから、自分がその代わりになる場所に入っていくんやったら、そのお金という共同体、お金を使うという共同体に入る資格があるかもわからへんけども、なんかね、それね、若い人もだから金をという政府の政策とか、あとあの、ね、政治運動みたいなのって、これすっごい嫌い。なんか人間性は似てんやと思う。ごめんな。金屋敷やなと思うやな。なんかね、誰かにね、立ち上げることが怖い、できへん。なくなるのが怖い、騙されるのが怖い、っていうのが怖い。そういうのが結構怖いんですよ。で、何のためにお金いるのか。ああ、ちょっと時間調和してるけど、急いでね。あのね、何のためにお金いるのか。僕は自分なりの結論はあるんですよ。クラウドシーティング、さっき言った SNS の中であった話なんだけども、ある男性が、メンヘラの女の子と知り合いになった。メンヘラっていうのはメンタルヘルスということで、精神安定剤とかそういうの服用せえへんかったらあかん人だったりな。そういうのに対して、このメンヘラという言い方は俺差別用かなんか知らんけども、とりあえず書いてあったらそのまま言います。もし差別的な言い方だったらごめんなさい。で、メンヘラの人らの集まりがあった。そこ行ったら、ある女の子が私中学の時に家出して、で、ある男の人のところに住んでると。で、実は自分は総合失調症の毛があって、おまけに皮膚病でアトピーやと。だからお医者さんに行かなあかんねんけども、その一緒に住んでる男が別に保護者でも何でもないから、治療費も出してくれへんし、あと医者にも連れてくれへん。なんで家出したんや。いや、母親と一緒におるんが家やと。母親のところから中学校に家出したんやけども、その母親は自分にご飯も食べさせてくれへんし、その母親もやっぱり病院にも連れて行ってくれへんから。それに比べたらこの男の人のところに来たら、少なくともご飯を食べさせてくれるし、おってもええって言うてくれる。でも、その女の子もちろん、その、ただで言ってるわけと違って、その男の人のとこ行ったら、その男の人は男の人で、中学の時に家出して、女子高生ぐらいの女の子が家なんか転がり込んできたから、もう、はっきり言ったらセックスの相手に使ってるわけですよね。そういうふうなことをエッチしてるわけですよ。で、その女の子がメンヘラのその集まりに来て、私今そういうふうなことなんですよ。どうなっていくんでしょうって言ったら、他の子らも同じようなエピソードを書いてるから、って言うて励まし合うみたいな話になるんですよね。で、そのクラウドシティでそれを書いてくれた市民の兄ちゃん、僕に何ができるんでしょうか、彼女にお金をあげることしかできないんでしょうかって書いてたんですよね。で俺それ見てね、何ですかね、ムカムカとしてですねムカムカとしてもらうんですよ。腹立ってもらうんですよね。腹立つ、人間が腹立つってのは必ず自分の無力感に対して腹が立つんであって、正義で腹が立つとかですね、悪に対して腹が立つなんて人間おれへんんですよ。皆さんもよーく自分の心の中覗いたら分かるんですけども、腹が立つというのは絶対に自分の無力感というものと対面するのが嫌で腹が立つんですよ。もちろん俺もムカムカと自分の無力感に対して腹が立ってですね過去かなと思ったんですけど、ちょうどその時に何かこのその SNS の中で岡田さんは怖い人と言われた直後ぐらいだったので、過激な発言するのは控えたことだったんですね。でも僕が言いたかったのは、当たり前じゃんと、その女の子に金出すことしかできへんに決まっとるやんけど、死のうと言わんと金払え、その女の子を引き取れ、今何のために稼いでんねやということは僕が言いたいです、ね、だってそこでその女の子が悩んでるんやったら、少なくとも自分がその女の子を去ってきたら、少なくともその女の子がじゃ あのお医者さんにも連れて行ってもらわれへんで、その男の人とエッチするだけ、そういう関係から多分引き離すことができるでしょう。それをするために俺ら男っていうのは稼いでて一人前という顔してるんちゃうんか。それをこんな SNS で僕には何をすることしかできない、そんな暇があるんやったら吉野家ってなんかちょっとバイトして2万円くらい買ってきて、そのままこう連れてこいっていうふうに僕は思ってしまうわけです。で、これがですね、なんか稼ぐときお金が必要な理由の本質的なところやと思うんですよ。誰かの世話をすることぐらいしかないですよね。さっき言った生きていくだけやったらいろんな方法ってあり得ると思うんですけども、でもそれではどうにもなれへん。自分一人ではどうにもなれへん。子供に何かしてやりたい。ちゃんと教育でさせてやりたい。体が悪いものを医者に連れてやりたいときは、どうしても現金注文が必要なんです。そういうときに僕らはお金を稼ぐ必要がある。で、なんでしょうね。尽くすとかね、貢ぐっていうのが、行為がなくなれへんっていう、そこやと思ってるんですよ。なんかね、性悪な女ほど貢ぐ男がおるっていう、不思議な法則がありますよね。なんかあの、世の中には性悪な姉ちゃんがおるやないですか。性悪なおっさんでもいいんですけど。そういうやつに限って溺愛する対象があって、そいつにはこう貢いでるわけですね。
つまり人間というのは純粋な愛情で奉仕する相手がおれば、あ、悪いことでもできるということなんですよ、ね、それぐらい僕らは何か尽くす相手とか貢ぐ相手というのを必要としている。それが生きるエネルギーそのものになっている。そういうなんか面倒くさいというかややこしい生き物だと思うんですよ、ね、で自分のねやりたいこと、さっき言うた自分が何か欲しいと思うかも分かれへんとか、いずれ欲しいものができるかも分かれへんいうことで稼げる人間なんてあんまおれへんし、そうやって稼いだ金って何やろ、誰でも欲しがるようなブランド品みたいなしょうもないものしか買われへんんですよ、ね、そうと違って、この人のために何かしたいと思った時は、そういう時に僕らはえらい働くことができると。で誰かを世話するにはお金が必要。ではどれくらいお金が必要なのか、誰かを世話するのか、お金が必要、どれぐらい必要なのか。僕らの社会というのは急激に、何でしょうね、金がかかる社会になったんです。これを裏側から言えば経済発展。いや、経済発展の表で、金がかかる社会って裏側というのがわかりますね。例えば、家族6人で住んで、テレビが1つしかないっていうような時代やったら、この家族の総生活費というのはかなり低いんですよね。でもそれをみんなの欲望をどんどん増やしていって、でも家族と一緒におるの鬱陶しいやん、自分の部屋が欲しいやん、自分で別のとこに住みたいやん、自分でテレビ欲しいやん、パソコン欲しいやんっていう風に欲望をどんどん上げていくと、どん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 、なんやろ、6人に1台あったテレビが6倍いるんですよ、ね、でこの6倍テレビが売れることを僕らは経済的繁栄と言ってたわけですね。で、まあ、変な言い方ですけど、大正時代の旦那様が一人働いたら、その下で使用人とか家族とか、なんでしょう、運転手とか、なんとなく居候しているおっさんとか含めて15人ぐらいが増えたんですよね。大正時代の日本というのは、一人が働けば15人ぐらいが増える社会。でそれから後になって、オールウェイズ三丁目の夕日の時代になってくると、一人お父さんが働いたら何人もの家族が増える時代になった。それから後になって、昭和40年代ぐらいのサザエさんの時代になると、なんかこう、マスオさんとナミヘイさんが働いたら家族7人になって、そっから先のドラえもんとかクレヨンしんちゃんの時代になってくると、お父さん1人が働いたら2人とかぐらいしか、3人とかしか食われへんって。では今結婚が難しいというのは何か、お互いが働いてんねんけども、結婚したらどっちから仕事辞めなのか、そしたらもう売っていかれへんとか結婚できへんっていう人がすごい多いですよ。ついに僕らの社会は1人が1人を食わすのが精一杯の社会だったし、誰一人面倒見られない社会なんて、だから子供なんか作られへんよって、子供ができへんよりパーなんですね。でこれが貧乏やから、豊かさをせなあかん、だから経済的繁栄をもう一回必要ないよっていう人がいっぱいおるけど、あんなもん全部嘘やと思うんですよ。だってかつて1人が働いて15人っていうところから、日本人は生活のコストを上げていって、それに見合うぐらいの収入を得ることがなんとかできたから、経済的繁栄っていうバブル、バブルっていうのは20年ぐらい前にあった無駄遣いすることと違うんですよ。人間が何やろ、本来固まって生きるようにできている社会的生物の僕らが一人一人バラバラに好きなことをすることが幸せで、それの欲望を叶えることが経済的繁栄であるという、なんかこううまいことできたトリッキー、たまたまうまくそれが作動した期間乗ってたから信じちゃっただけだと僕思うんです。で僕らの日本の社会、多分世界中そうなんですけど、生活コストはやたらかかるようになってしまった。だから何のためにお金いるのか、他の人間世話するためやというのを、今の世話の仕方で考えたら、一人腕出かすのに何万円かかるのかっていうんですけども、これに関してもちゃんと僕のように事例が出ててですね、さっき言ったクラウドシティというものですけど、女の人が書いてるんですね。男が考えると高くするんですね。男の人は女の人を食わすとか世話するとかやたらかかる見積もる、そんなに高くない。私の弟の話を聞いてくれ、彼女が書いてて、その女の人は弟と一緒に暮らしてるんですけども、その弟がですね、一緒に暮らすことによる生活費の上昇を払って2万円だそうです。その弟はちゃんと自分がおれへん時にはご飯を用意してくれたり、クリーニング取りに行ってくれたり、一緒に生活の面倒を見て、でも別に仕事してるわけで、時々バイトとかしてるみたいな、それは自分のお小遣いとして使ってる。で自分はその弟にお小遣いのために特にやれてるけども、別にその弟は見たいテレビ見て、でネットを家でつなぎ放題だし、ご飯食べたりして、これに関する経費が2万円しかない。その女の人ちゃんと家計つけてたから、上昇幅が分かってるんですよ。実は人間一人を面倒見るのに必要な金額っていうのはわずか2万円なんです。2万円やったら
さっき言ったメンヘラの女の子が引き取ってこれるし、できるんですよね。だからもしその男の人が、そんな女の子は、でもその子だけと違うんです、僕は何とかしたいんですって言うんやったら、何とかするというデモをやるとか、何とかするという社会運動をするという方法もあるんやけど、単に収入を10万円増やして、で5人引き取っていくという方法もありなんですよ。そういう発想になれて、金っていうのはそういう時に使うためにあるんやないかと。みんな金を使うべきなってないタイミングで新品を交代して金を使って、金を使うべきタイミングで社会運動とかをしてしまうんですね。逆。金っていうのは無駄に他人のために使うためにあるのであって、自分の欲望というのはできるだけ安く叶えて、他人の幸せっていうのは金を張るやることでものすごくうまく自分の中でっていうか社会の中で物事が動くように、これを逆にしてしまうから全て変になってしまう。この人らを何とかせなあかんっていうことで、タダでできるデモとかタダでできる社会運動してしまう。で自分にはすごい欲しいものがある、こんな新製品が出たっていうことで定価で買うたりネットで買うことを考えてしまう。これがなんか変な循環が出るんですね。さて、あのね、それでその女の人が言ってんけど、自分の弟のことね、弟は愛されニートなんですって言ってええでしょ。俺ね、今回のね、講演のテーマね、それ以上だったことがないですよ。なんてセリフだよ。皆さんも覚えて帰ってください。正義のメッセージ。ふざけてるね。でもそうなんですよ。愛されニートって今の弟しかったんですよ。だから弟は別に年間年とお姉ちゃんの機嫌取ってるわけではないんやけども、ちゃんと必要最低限のことやってるし、迷惑になって慣れへんしてる。で、ちょっとした気づかもやってる。だから弟を維持するのに2万円しかかかれへんから、本来別にうちの弟は働かんでもええわ。親が何か言ってきてもお姉ちゃんが顔だよって聞いた。なんでかというとうちの弟は愛されニートやから。ええですよ。というかね、まだ結論も違うんですけども、ここまでの中間の過程で、お金っていうのはオワコンであるという話の僕の結論部分は、では就職問題悩んでる皆さん、愛されニートという生き方はどうですか？ちょい無茶な振り方です。あの、何でしょうね、関連が作れないとか、さっき言った愛されるのが下手くそな人間は金使うしかないんですよ。そやから人間関係が嫌いとか、俺は愛されるとか、そんなんまっぴらごめんやん。そうと違って俺は自由に生きたいんやという人は絶対にお金稼いだ方がいい。そういう人間は自分で自分を助けるしかない。さっき言った金っていうのは人を助けるものなんですね。それを自分対象に使いたかったら自分で稼いで、なおかつ自分で助けるしかないんですから、そういう人間はきちんとお金稼いでください。誰にも頼りたくないし、誰にも頼りたくないという人間は人一倍お金が必要だ。お金というのは、さっき言ったように、最大の回り道なんですよ。その代わりに、煩わしさは最小限で済むんですね。この、迂回路が遠ければ遠いほど、金はかかるんですけども、煩わしさの中心から逃れることができるから、煩わしさが嫌な人は、どんなにお回りしても構わないんです。それは、言うてしまったら、ペントハウスに住んで、誰にも会わずに、部屋に入って、そして自分が家に帰るときには、メイドさんたちが掃除を完璧にし終えてて、誰一人いない状態で、自分がこの中でたった一人で振る舞って、そして起きて食べたい時に食べて、寝たい時に寝て、誰にも煩わされていて、煩わしさから最大限に逃れるところというのは、最大限に金がかかるんですから。そういう人は、ちゃんと金を稼いで生きる方法を選んでほしいと思います。僕は、こういう生き方しかないというふうに思います。この生き方はおそらく最もコストが低くて、なおかつさっき言ったストレスの問題です。ストレスが最小限になるに違いないと踏んでるんです。僕らは関わり合いをガーッと呼ばれる。それはかつての農耕社会から部族社会、そして大家族社会で関わり合いくことを僕らはものすごいしんどかったんです。そこから離れるときに、関わらんで自由なの、何言うてもええんやみたいなことをすごい楽しかった。今それを課題評価してるんですね。そっち側もすでに十分与えられてるのに、未だ欲望とか不安もそこにしかないから、なんかそちら側に対して投資せえへんかった。
あまり心配してなくなってしまうんですよ。でもちゃんとこれは大学のスペシャルなんですよ。なんかこの間俺も見てしまうんですけど、ビッグダディも見てしまうわけですけど、なんであんなに見えるのって言ったら、もちろん見下す目線はあるんですけど、どっかで何かあれええよなって思ってしまうわけですよ。ビッグダディはええことないけど、ビッグダディの子供はええことばっかりだ。なら俺に比べてビッグダディがあかんかもわからへんけど、あの子供らは何か知らないと俺の子供の頃よりなんか楽しそうやなって思ってしまうわけです。つまり関わり合いが最大限見えることが考えることはどんどん死んだくなってそうなんですよ。はい、お疲れ様でした。今日の動画はここまでです。アップグレード情報を話するとですね、愛されニートの話するとですね、絶対言われるんですよ。僕はこんな愛嬌がないとか、僕はね、そのコミュニティ障害なんですよというようなことを、そういうことを、まあ、舐めたことを言う人が出てくるんですけどですね、この発想根本的に間違ってるんですよ。コミュニティ障害だから人が苦手だから、愛想よくできないっていう、これ間違ってるんですよね。愛されニートという生き方はですね、この世の中でおそらく唯一能力のなさがプラスになるっていうですね、そういう生き方なんですね。かつての日本では変な話ですけども、ヤクザっていう存在はですね、ダメな子分ほど、ダメな弟分ほど可愛がったそうなんですよね。で、それはですね、ダメなやつほど可愛く見えるという感情もあるんでしょうけど、それ以上にですね、一緒にいる人間が適度にダメに見えると、その兄貴分である自分がしっかり者に見えたり、もしくは他人を見捨てない。ダメなやつを見捨てない、いい人に見える。これがね、やっぱその任侠の世界、男の世界みたいなのではすごいポイント高かったんですよね。まあそういう利己的な打算も大いにあったんです。だからですね、まあ弟分もですね、本来はそこまでダメじゃないんだけど、あえて人前では抜けてるようにダメ人間をですね、演じる。そうやって兄貴を立てるっていうのもですね、まあ戦略としてありました。まあ、吉本芸人のですね、縦社会もこれに近いところありますね。あの人たち本質的に体育会系だから。で、愛されニートにですね、唯一本当に必要なのは、寄生している。まあまあ、自分がですね、宿り着してるですね、ホストですね、寄生主をですね、きちんと慕うことなんですよ。これはですね、言うことを聞くとか、服従するって意味じゃないんです。そうではなくて、あなたのことを頼りにしてますとか、あなたのことはなんか周りが何を言おうと慕ってますよ。だってすごいんですもんっていうふうな姿勢ですね。それをですね、きちんと見せること。これがね、実はその一番重要なんですよ。相手の言うことを聞くとかですね、成果を出すということよりも。で、なんでかというと、おそらく人間はですね、大部分の人はですね、能力はあるし、コミュ力も高いんだけども、なんか自分のことを舐めてそうなやつをですね、使わないんですよ。可愛がらないんですよ。皆さん、ひろゆきを自分の部下にしたいと思いますか？あんなやつ部下にすると絶対嫌でしょ。それよりはですね、点でダメだけども、まあコミュニティ障害かもわかんないけど、自分のことをきちっと慕ってくれる人を可愛がる。これが人間の当たり前の姿なんですね。だから、愛されニートになることをですね、阻む最大の要因ですね。それはコミュ障であるとか、人が苦手であるとか、能力がないことじゃないんですよ。そうでなくてですね、その相手を慕う。無条件で、自分の上の人をですね、尊敬してかっこいいというふうに言うっていうです。それができないプライドの高さなんですよ。そのプライドの高さが愛されニートになるのを邪魔してるんですね。まあ、そういうしょうもないプライドがですね、高すぎる人はですね、まあ、どうにか能力を高めて、お金を使って、その自分の世話をするしかない。つまり、お金っていうのは、プライド高すぎる人間が、しょうがないから払う、なんでしょうね。罰金みたいなもんなんですよね。金を使ってプライドを維持するっていうですね、今時デパートでブランド商品をですね、低価買いするような言い方だと思います。もちろんそういう言い方もありなんですよ。僕もプライド高いから、しょうがなくですね、罰金払ってる子もいっぱいあります。気持ちはわかるし、そういう人も僕の仲間だから応援するんです。しますよ。日本経済されてるわけですからですね。で、西野くんのサロンはですね、この視点で見るとですね、10年後、20年後見据えないと実は評価できないんですよね。今参加しているのはですね、月に1000円支払えている、いわゆる社会的に強者と言われる人たちに近いんですよ。で、やる気もあるし、若いし、月に1000円払えるしっていうですね、割とそのいいメンバーというかですね、なんですよね。しかし彼らが年老いてきて、このまま20年、30年サロンが続いてですね、支えてほしい側になったとき、社会の弱者側になったときにですね、
それ以外の新しい参入者ですね、サロンの参加者たちが彼らを支えていけるのか、それとも彼らを見捨てていって、常に20代、30代の若い人たちで、やる気があってお金に割と余裕のある人たちだけでサロンというのを作っていくのかですね。それをですね、どっちの方向を選んで、どういうふうに新しい福祉システムというかですね、総合補助する仕組みとして作れるのかどうかがですね、ディズニーを超える独立国家に西野くんがなれるのかどうか、作れるのかどうかというポイントだと思います。さてですね、この動画の続きはですね、また明日、岡田斗司夫チャンネルでですね、無料で公開します。見逃さないようにですね、チャンネル登録の人はぜひ登録してください。明日はですね、いよいよ最終回になります。ポイント4つです。明日のポイント、よいしょ。人間の価値を表す4つの C、3つだ。人間の価値を表す3つの C という話ですね。で、実は良い人は良い人ではないという話。これね、ポイントです。聞いてください。関係弱者への処方箋。他人と関係を結ぶことがすごい不得意だ、コミュ障だという人への処方箋ですね。4つ目、勇者を目指そう。ちょっとね、ファンタジー RPG っぽい話になるんですけど、勇者を目指そうって話です。それではまたですね、明日の動画でお会いしましょう。ゴールデンウィーク最後です。いっぱい楽しんでください。ではまた。バイバーイ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。